イエンス・ホルンボーイエンス・ホルンボーは、ノルウェーの植物学者である。トベーデストランで医者の息子に生まれた。祖父の同名のイエンス・ホルンボーは有名な政治家である。学生の時代に、ノルウェーのデータンチの植物の残差のテーマの論文で、賞を受賞した。1902年に、クリスチャニア大学植物園に助手として雇われ、1906年から、 ベルゲン博物館の植物部門の学芸員となった。1914年に同博物館の植物学教授となり、1907年から1917年の間、館長を務めた。ベルゲン博物館を母体に、ベルゲン大学の創立の計画が進められ、管理業務が多忙となり、研究が妨げられるようになったため、館長を辞した。1906年から、 雑誌夏連の編集を行った。ノルウェーや海外の野外調査を行い、1905年にはキプロスの植物賞を研究した。ノルウェーの植物賞の起源、植物生態学、形相や東洋の植物に関する著書がある。1910年からクリスチャニア科学学会の会員である、ノーススター勲章を受訓した。菊科の種、タラクシクムホールンビなどに、 懸命されている。ハルンボは、植物の学名で命名者を示す場合に、イエンスホルンボを示すのに使われる。J. シュルツ、コバンハブン、1921。ありがとうございます。